やあハロー、こんにちは。どうもアニメリアク職人浜です。はい、現在3月11日金曜日の午後2時32分ですね。はい、母が仕事行きました。さあ今月はもう少ないこの声が出せるね、撮影できる時間ということで、ラブライブスーパースター11話ね、張り切ってリアクションしていきましょう。はい、ってことで、自己紹介。僕はマジ大道芸人浜と言います。勝負に乗ってジャグリングしてハーモニカにそしてタンバリンを叩く世界唯一の技の持ち主、この本の著者です。で、普段は、主に子供たちの前で、やればできる諦めない、これを伝えたくて、そして笑顔になってほしくてパフォーマンスしてますが、現在コロナの影響で全ての仕事を奪われ、今日でなんと83連休となっております。ありえないですね、無収入地獄です。まあ、そんな中でも1日も欠かさずね、休むことなくこのアニメリアクション動画を続けて1年と12ヶ月目ですね。ただ去年の8月18日より以前1年5ヶ月分の動画をね、失って、もうずっと2桁再生しか撮れないという地獄を味わっておりますけれども、めげずに負けずに根性で続けてきてます。ぜひ応援お願いします。そんな僕の自己紹介、ホームページ、SNS、各種、PV、プロフィールなど全て説明文にあるんでね、ぜひとも読んでやってください。で、過去のアニメリアクション動画は再生リストに作品別にまとめてあります。はい、今年9月ぐらいでかい発表あると思うんで、お楽しみに。それでは行きましょう。あの、仕事がない間ずっとね、もう髪とヒゲ切らんようにしてますんで、もうこんなになってます。初めて見た方は、僕の過去の動画見てみてくださいね。はい、じゃあ行きます。Dアニメストアです。3、2、1、スタート。さあ残り2話ですね。サニバ、サニバかな。おめでとう。おー。なんか結果の知り方がおしゃれやったな。
なんや。うん。ねえこれ。あれ。あれ、リコと同じ趣味かこれ。絶対ちゃうな小学校で講演か、いいね、母校で。10分、長っ。でも歌えへんのよね、緊張で。あら、たこ焼きに集合。明らかに怪しいやろ。ああ、そういうことか。
それでもう一度あの場所でないな、サブタイトル。広小学校の子供、さすが東京やな。宇治市文化センター大ホールやで、これ。あのレイナと中迫香織がトランペットのソロパートを争った場所です。宇治市文化センターね。トラウマやな。綺麗なハーモニー。読書あんの。
読書となると、なんだカノン一人で行かすんやな。そういう、あれ、松岡ふんふんぞうさんのこと言ってる？あ、ちゃんと見に来てんのね。ぐっそくむし。
お、行ってもだ。終盤に来てカノンを掘り下げてくるとはね。さあ、ついに最終回ね、あと1個で。いやー、感動でしたわ、とにかく。まあ、今回面白いポイントはもうまずあれですね、レンがちょっとユリに興味が出たのかな。まあそれを見たってことでね、理事長に呼び出されたと 勘違いしたとこめちゃめちゃおもろかった。でまあまあ千里と、まあカノンの母校で、リエラが賞をしてくれというね、まだ僕は叶ってない母校での賞、羨ましいと思って見てました。ずっと10年以上前から僕はね、もう母校の小中高でね、賞をやりたいと言って資料も送ったりとかしたんですけども、未だ叶わずでね、あ、ええなと思って見てましたけども、まあまあまあ、小さとの言うように、確かに、カノン一人では歌ってなかったなと。言われてみて気づくタイプです。アホなんで。まあ、それによりね、一人でなんとか歌わせようと。そのね、かつては何でもできるような、もう世界中を笑顔にするような素敵な笑顔の持ち主だったというね。なんか、幼い時の二人、もうちょっと、あかんわ。もうあれ見るとちょっとね、もうグッとくるもんがありますね。あとちょっとこのアニメ特有の演出で、こう自分が過去のね、ちっちゃい時の自分と対峙するシーンとかもめちゃくちゃ好きで、それこそクラウドアフターストーリーね、18話の大地の果てのね、智也のシーンとかも、そうなの、ちょっとああいうのに弱いんですわ、おっさんは。まあ見事ね、乗り越えてくれて、まあみんな行くやろうな思ったけど、まあ、素晴らしかった。とにかくトラウマを乗り越えるね。まあ自分はそういうトラウマはないんで、ないかな、考えてみようかな、また。さあ、ということでね、次はもういよいよ最終回、まあこのカノンの歌を取り戻して、まあかなりね、すごい戦力になったはずなので、どこまでやんだろう、あと1話で。さすがに決勝までね、やらんやろうし、これ2期ないんかな。はい、まあとりあえず次ね、最終回楽しみたいと思います。以上、ラブライブスーパースター11話でした。よかったらチャンネル登録、高評価お願いします。はい、まあ冒頭でもお伝えしたように、今日で83連休ですね。
はい、まあ、結構しんどいですけれども、まあ、そんな中でもね、このアニメリアクションほんまに1日も休むことなくやっております。1年もう12ヶ月、1年12ヶ月って2年でええんかな、今月末でもう丸2年になって3年目に入ってくるんで、うん、まあ、そういった意味で今年、今月いっぱいで過去アニメのリアクションをね、一旦ストップしますけれども、で今月後半ね、母の仕事また休み多いんでね、ちょっとなかなか撮影こうやってできる時間ないんですけども、できる限りで頑張っていこうと思ってます。で、まあ、ずっと言ってるようにもう再生数ずっと2桁でね、チャンネル登録者数も全く伸びずという地獄をねずっと歩いてて、ほんまにずっとこのアニメリアクションやめたくてやめたくて仕方ないんでね、一旦今月いっぱいでちょっと楽にはなるんですけども、まあ、完全にやめるかどうかっていうのはね、また今後決めていきますけども、とにかく折れまくってます。ずっとやめたいって言いながら続けてきてますんでね。まあ、それでね、この百節不当というちょっと四字熟語に一昨日から鉢巻き変えましたけども、もう何度折れようがね、何度挫折を味わおうが、続けていけば、まあ、必ず、叶うんだみたいな、そういった四字熟語なんで、はい、まあ、これ締めてね、引き締めて根性を出して頑張っていきますんでね、ぜひとも皆さん応援よろしくお願いします。そして一緒にアニメ楽しんでいきましょう。で、あとはもうね、コロナが終わった時に僕のショーを皆さんぜひとも見に来ていただきたいと思ってるんで、説明文でね、僕のことをぜひとも知ってください。そして、ジャグリングパフォーマンスの動画もいっぱいアップしてるんで、ぜひそっちもね再生していただいて、コメントいただけると元気をもらえるんで、まあ、残念ながらちょっと僕のジャグリング系とかパフォーマンス系全くそれこそ再生されずね、コメントもほとんどいただけることがないので、まあ、ちょっと折れつつはあるんですけども、まあ、粘り強くしぶとくやっていくんで、ぜひですね、ちょっとその辺、あ、こいつ諦めてへんな、僕も私も頑張ってみようかなって思っていただければ幸いです。はい、以上、アニメリアク職人ことマジラジオ芸人浜田でした。どうもありがとうございました。それでは失礼します。